とは思えないようなスラッとした、そしてこう大人びた演技をするコルキナ選手、それからミロソビッチ、もともとこのミロソビッチは平均台得意にしてますもんね。ルーマニアそのものが非常に平均台を得意としている国なので、はい、入り技がいわゆるミロソビッチ、これはオリジナルの技ですね、はい、後方の、まあ、抱え込み宙返りから伸身姿勢を取って両手支持ということになりますが、それからここで側方の宙返りですね。これは D の技です。側面の宙返りは非常に難しいんですね、次も注目してください。4回来ました、後転跳びと後方宙返り、この身長で4回っていうのは結構テクニックがいるんですけども、非常に正確に、あっと珍しいですね、はい、そしてここから横向きの倒立になるんですね。今これは非常に D が取れるということでいろんな選手がやってるんですけども、この選手は非常に高い質で行ってますので、はい、空間の姿勢も非常に高くて乱れがありません。もう1回行いましたね、はい、もうすでに世界選手権オリンピックを含めて種目別では全ての競技で金メダルを取っているこのミロソビッチ、最後は屈伸の、まあ、後方2回宙返りということですけれども、ターンのところのふらつきがちょっと大きなミスでしたね、はい。